はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、ランス・アーチャー選手に関してのお話になるんですけど、まあ、ランス・アーチャー選手といえばね、今はね AEW に在籍しているレスラーなんですけど、まあ、彼はね もともと新日本プロレスで、いわゆる鈴木軍のメンバーとして、活躍されていたんですよ。もう長いこと新日本プロレスで活躍していたんですけど、まあ、そんな彼っていうのは2020年に、新日本プロレスを退団して、AEW に移籍をしてしまいます。はい、で、まあ、そんなねランス・アーチャー選手のお話になるんですけど、今回はですね、なんでランス・アーチャー選手はじゃあ新日本プロレスを辞めて AEW に移籍してしまったのか、まあ、その対談の真相と、あとそのランス・アーチャー選手って一時期この観客に向かって水を吹くっていう行為をしていたんですよ。ある日突然境にその行為をやめてしまったんですけど、まあ、それをしなくなったとね、悲しすぎる理由、あと最後にそのランス・アーチャー選手のちょっと成人エピソード、ちょっといい人すぎるんじゃないかっていう疑惑がね、だいぶランス・アーチャー選手は浮上しているので、そちらのエピソードを皆様にご紹介しようと思います。非常に興味深い内容になってますし、あとランス・アーチャー選手のことがね、多分もっと好きになれると思いますので、ぜひね最後までご覧ください。では早速本題入っていきましょう。はい、で早速本題なんですけど、ランス・アーチャー選手、もしかしたらね、最近ファンになった方からするとあんまり存じ上げない方かもしれないんですけど、まあ、彼はもともと鈴木軍メンバーとしていわゆるその KES っていう、タッグチームを組んでいたんですよ。その相方が、デイビーボーイ・スミス・ジュニア選手っていう方がいたんですけど、まあ、その方とアーチャー選手が組んで KES っていうタッグチームで、鈴木軍のメンバーとしてすごいねタッグ戦線を暴れ回っていたんですよ。そのデイビーボーイ・スミス・ジュニア選手っていうのはちょっとね、あの新日本プロレスとだいぶごたごたした感じで揉めてしまって対談してしまうんですよ。デイビーボーイ選手の対談理由っていうのは過去の動画で話しているので、こちらの動画をね見ていただきたいんですけど、スミス選手が辞めた後っていうのは、いわゆるアーチャー選手はこうシングルプレイヤーとしてこの新日本プロレス内で、活動されていくんですよ。 G1 クライマックスを境にランス・アーチャー選手は覚醒するんですよ。もう髪型とかその見た目とかあの衣装とかも全部変えて、ちょっと北斗の拳に出てくるようなキャラみたいな感じでね、すごい怖いんですけどって感じ出てきて、そこで G1 クライマックスの開幕戦で、オスプレイ選手が、シングル勝利するっていうぐらいすごい活躍していって、覚醒していって、で最終的にはその US ヘビー級王者にもなるっていう、すごい目まぐるしい活躍をされていたんですけど、まあ残念なことにね、この2020年2月をもって、新日本プロレスを正式に退団してしまいました。はい、でこの退団理由っていうのも一応新日本プロレス公式からは、明かされてはいないので、一応真相は闇の中っていう話なんですけど、ただそのいわゆる退団の真相で過去に話したそのマイケル・エルガン選手しかり、デイビーボーイ選手しかり、彼ら2人っていうのは結構やっぱその新日本プロレス、あるいは新日本プロレスにいた、まあ、レスラーとちょっと揉めた形で辞めてしまったんですよ。つまりあんまり綺麗には辞めていないんですよね。うん、ちょっと先に結論から言うと、アーチャー選手っていうのは別にね、その揉めて辞めたわけじゃないんですよ。お互いにその合意の上でその綺麗な感じで辞めたんですよね。うん、でアーチャー選手も常に日本が好きっていう発言をされてましたし、別にその新日本プロレスの待遇に不満があったわけではないんですけど、じゃあなんでアーチャー選手はそんな新日本プロレスをね、このせっかくプッシュされてきたのに、なんでこの新日本プロレスを辞めて AEW に行ってしまったのかっていうのを、今回ねご紹介しようと思います。はい、でこれはですね、そのアーチャー選手自身がもうインタビューで語ってるので、そちらをちょっとね、あの簡単にまとめて分かりやすくご紹介しようと思います。でアーチャー選手がどんなことを言ってるかっていうと、まあね、 AEW っていうのはそのヤングバックスとか、あとコーディとか、あとまあケニーオメガっていうのが、このオールインイベントっていう大会をね開いたんですよ。企画してそれにあの観客が1万人ぐらいね、あの集まったんですよ。でクリス・ジェリコ選手もね、あの登場したりして、すっごい盛り上がったんですよ。このオールインイベントっていうのが、いわゆるその後の AEW につながっていくんですけど、オールインイベントっていうのをこの見た時から、アーチャー選手っていうのはこの AEW のやってることをね、すごい全面的にこの支持していたみたいなんですね。当時の AEW のヤングバックスだったり、コーディ選手だったり、ケニー・オメガ選手だったりが、このオールインイベントっていう大きな大会をね、開催して、いわゆるこの AEW っていう団体を作って、このプロレス界に新しいこの革命を起こす気満々でやっていたんですけど、で、まあ、その考えに賛同していたアーチャー選手っていうのも、ちょこちょこね、そっちの仕事をね、手伝っていたらしいんですよ。で、その時に、まあ、現 AEW 社長の、このトニー・カーンさんって方がいらっしゃるんですけど、その方から、ちょっとアーチャーさ、君なんかすごい AEW のこと手伝ってくれてるみたいだけど、もしよかったら AEW に来ないかいっていう、まあ、いわゆるオファーを受けるんですよね、これが。で、アーチャー選手っていうのは、ここでまあ、選択肢が出るわけですよ。このまま新日本プロレスと、契約を更新するか、あるいは AEW と契約をするか、2択があるんですけど、このアーチャー選手っていうのも、で、まあ、結論から言うと、まあ、AEW を選んだんですけど、まあ、その理由としてはですね、アーチャー選手自身が、俺はね、新日本プロレスに残るっていう、
選択肢もできたし AEW に行くっていう選択肢もあったんだけど、当時の俺はその新しいステップ、新しい機会、新しい挑戦っていうのをしたかったんだよと。でさらに言うと、ずっと長いこと日本にいて、日本はすごくいいところなんだけど、やっぱりね、そろそろもう俺は、故郷に戻るべきなんじゃないかっていうふうに考えたらしいんですよね。その私はね、そのすごい日本っていう国は大好きだし、日本に行くこともすごい大好きだし、この日本のファンのみんないうのもすごい大好きだし、自分がね今までこの日本、まあ、新日本プロレスでやってきたことにもすごい誇りを持ってるし、すごい好きなんだけど、ただね、そのやっぱ帰国してこの AEW、まあ、いわゆるアメリカのこの、プロレス団体に上がることになれば、自国にいる、まあ、友達とか、まあ、家族とか、そのいわゆる大切な人と、まあ、会う機会が増えると。やっぱ日本にいるよりはすごくそういう、友達とか家族とかとすごく会えると。でその AEW の、まあ、やっていることとか、これから起こそうとしている壮大なプランっていうのにも、まあ、アーチャー選手はすごい賛同していたから、まあ、これはすごいやっぱいい機会なんだろうな、まあ、この提案はねきっと俺にとっての運命なんだよっていう風なことを思って、まあ、AEW と契約したっていうのがいわゆるアーチャー選手の対談の真相なんですよ、うん。でまあ、これに関してその新日本プロレスとアーチャー選手が揉めたっていう話は全く聞かないですし、アーチャー選手はその新日本プロレスのレスラーとなんか仲が悪かっていう話も別に聞かないんですよ。でアーチャー選手はやっぱりその、まあ、日本っていう国すごい好きだし、日本でプロレスできる、新日本プロレスで仕事をできるのもすごい好きだし、この新日本プロレスのファンのみんなっていうのもすごい好きなんだけど、やっぱ俺はずっとね日本でやってきて、さすがにそのそろそろやっぱ友達とか家族が近くにいる場所で働きたいなと思ったと。そう思っていた時にちょうどその AEW っていうのがすごく大きなこのオールインイベントっていう大会を開いて、でたまたまそのイベントを手伝ったらその社長っていうのがなんか自分のことをすごいよく思ってくれてオファーしてくれたと。だからちょっと新日本プレスと話して、こういう話があるから俺はそっちに行こうと思うんだよっていうことを話した上で、まあお互い円満に別れたっていうことだと思うんですよね、これが。はい。で、はい、アーチャー選手は2020年2月をもってこれ正式に、対談しました。はい。まあやっぱ我々日本のファンからする、新日本プレスファンからするとね、まあ、アーチャー選手が向こうに行ってしまうのは非常に残念ではあったんですけど、ただ僕がこれ一つ思ったのが、あのアーチャー選手が対談した時期って2020年の2月なんですよ。これちょっと皆さん引っかかりませんか？2020年の2月といえば、世界的にパンデミックが流行った時期なんですよ。やばいっていう風に世界的にこうざわついていたんですよ。で、アーチャー選手っていうのが、いわゆるその対談の時期が僕すごいちょうどいいなと思ってて、もちろんそのアーチャー選手が前もって、そうそうなんかパンデミックが起きそうだなって分かってたわけではないと思うんですけど、たまたまだとは思うんですけど、もしね、アーチャー選手のこの対談時期っていうのが数ヶ月遅れていたら、おそらくアーチャー選手っていうのはもう海外にね、そんな簡単に帰国できなかったと思うんですよ。それこそ日本に取り残されていた、あるいは新日本プロレスと契約をしたまま一回帰ったはいいけど、もう日本に来れないから、なんか AEW とも契約できないし、新日本プロレスとは契約してるけど全然、ツアーにも参加できないっていう事態になっていた可能性が非常に高いんですよ。だからその2020年の2月に、この新日本プロレスと対談して自分の国であるアメリカに帰って AEW と契約できたっていうのは、アーチャー選手からするとすごく幸運なことだと僕はね思うんですよね。こういうところもアーチャー選手はねちょっと運を持ってるなっていうふうに思うんですけど、はい。で次がですね、ラアーチャー選手で新日本プロレスに参戦していた当時は、ペットボトルの水を自分の口に含んで観客に向かって吹きかけるっていう行為をね結構していたんですよ。今現在 の岡田和親選手の奥様である三森鈴子さんって方がいらっしゃるんですけど、三森って方がねいらっしゃるんですけど、その三森にアーチャー選手が水を吹きかけたってことでちょっとね一時期話題になったんですよ。そんなこともあったんですけど、ある日を境にね、アーチャー選手っていうのはこの水を吹きかけるっていう行為を一切しなくなったんですよね。でもちろんこれには理由っていうものがあって、これもアーチャー選手が語ってるんですけど、そのいわゆるアーチャー選手が言うには、あの水吹き行為っていうのは一部の人間を除いてね、一部の人間を除いて新日本プロレスファンの 大多数はあの水吹きをすごいね好きでいてくれたと。で実際その観客席の中に入ってこの水を含んで吹いたり、ペットボトルをぶん投げるってことをしていたんだけど、観客の中にはこの英語で「ウォータープリーズ、アーチャー、アーチャー、ウォータープリーズ、ウォータープリーズ」って俺に水かけてくれよって、自らこういうそういうボードを持って待ってる人もいたぐらい、まあ、つまりお客さんっていうのはアーチャー選手に水をかけられたいと。やっぱプロレスラーの方に水かけられるって、まあ、プロレスファンじゃない方からしたらどういうことだろうと思うんですけど、やっぱプロレスファンからするとすごく嬉しいじゃないですか。自分のね、目の前の超でかい外国人のプロレスラーから水かけられたらちょっと嬉しいじゃないですか。そういう風に喜んでくれるお客さんっていうのもたくさんいたから、アーチャー選手っていうのはもうそのお客さんの期待に応えようと、なんかもうコーナーを何周も回ってで水をかけてほしそうなお客さん見たらその人に蹴るっていう声をねしていたんですよ、うん。面白いエピソードなんですけど、あるその日本人の、親子、父親と子供が2歳だったらしい
しいんですよ。で父親がその2歳の子供を、持ち上げたんですよ、まあ、つまりアーチャーにちょっとこの子に水かけてくれよっていう記念に水かけてくれよっていう風にやったんですけど、アーチャー選手っていうのはさすがにちょっとその2歳の子供に水かけるのはちょっと良くないなと思って、ノーノー、いやノー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 って、風に言ったらしいんですね。 そしたらその父親はすごいがっかりしていたというエピソードもあるぐらい、やっぱり大多数の人間はアーチャー選手に水かけられるっていうのは結構喜んでたんですよ、うん。ただですよ、やっぱ中にはなんかそのかけられた水によってカバンとかこの服とかあと髪の毛とかが濡れてしまったということを、文句を言うお客様もやっぱいるわけですよ。でそういう声がやっぱ新日本プロレスに届いて、まあ、そのいわゆるごく少数のお客さんの声っていうのを新日本プロレスが、まあ、クレームとして聞き入れて、アーチャー選手本人にちょっとごめんアーチャーと、こういうクレーム来てるからもう水拭くのやめてくれと、禁止ねこれからっていうふうに、まあ、言ったから、できなくなってしまったっていうふうに、まあ、アーチャー選手はちょっとね悲しそうに語っているんですよ、うん。いわゆるその昭和時代のプロレスだったらもっとひどいレスラーたくさんいたじゃないですか。それこそなんかもうチェーンぶん回してお客さんのことばっかんばっかん殴ってる人とかいたじゃないですか。昭和時代だったらそういうのって別にそんな問題にならなかったんですけど、いわば今のこの時代っていわゆるその SNS がすごい発展しているので、そう例えば 99% の人が喜んでいても残りの 1% の人がちょっと不快に思ってそういうのを書き込んだりクレームを入れると、やっぱすぐにねこの世界中に広がってしまうんですよ。でやっぱ新日本プロレスっていうのも当時はクリーンな企業でやっていきますよっていうことを武将体制になってからやっぱ宣言していたので、まあ、そういうクレームが来るのはまずいっていうことで、まあ、アーチャー選手は残念ながら水を拭くっていう行為はね、できなくなってしまったんですよ。多分同じ例として、いわゆるエル・ファンタズモ選手っているじゃないですか。ELP がいるんですけど、ファンタズモ選手もその、日本に来た時って、お客さんのこの帽子取ったりして、ぶん投げてたじゃないですか。お客さんのね、この応援ボード持って、このバッコーンって、バッコーンって真っ二つに持って、ぶん投げたり、特にその LIJ の帽子とか見ると、もうすぐに取って投げてるっていう行為をしていたんですよね。で、その行為っていうのも、いわゆる、僕が映像で見てる限りはやっぱり大多数のお客さんはすごい喜んでいたんですよ。ファンタズモに帽子投げられた、嬉しい、やったありがとうファンタズモみたいな、やっぱねっていう表情をしてるお客さんの方が多かったんですけど、ただやっぱこれも結局ファンタズモ選手って今もう全くやってないじゃないですか。でおそらく僕は新日本プロレスからちょっとごめんファンタズモと、ちょっと一部のお客さんがクレーム来てるから、もうちょっとお客さんの帽子投げちゃダメだと、お客さんのもの触っちゃダメっていう風なことが来て、まあ、ファンタズモ選手ももうちょっとそういうのができなくなったんじゃないかなっていう風に僕はね思ってるんですよ。まあこれはねちょっとねやっぱプロレスファンからするとちょっと寂しいことではあるんですけど、ただ僕個人的にはこれはねもうしょうがないかなと思います。はい、もう時代が時代なんで、全くプロレスを知らない例えば初見の方が何も知らずにプロレス初めて見ましたって時に、なんかいきなりなんかこう帽子取られて投げられたり水ぶっかけられたら、まあ、やっぱ多少は嫌な思いする可能性が高いと思うんですよ。ちょっとすごく寂しいんですけど、まあ、こういうこの対応は僕は新日本プロレスは間違ってないというか正しいかなっていうふうに思います。はい、まあ、っていうねそういう悲しい理由もあったんですけど、でそのランス・アーチャー選手ってその新日本プロレスに参戦している時はいわゆる、まあ、そのアメリカの、まあ、サイコパスキャラでやってたんですよね。まあ、つまりもう狂ったアメリカ人みたいな感じでやってたんですよ。めちゃめちゃ体大きいし、なんかもう顔も怖いし、カメラの前で普通になんかこう中指立てるし、なんか小さい子供もね泣かせるしって、もうめちゃめちゃやっぱその怖いキャラでやっていたんですけど、ただですねこのアーチャー選手って実は調べれば調べるほどなんかめちゃめちゃいい人じゃないかっていう、いわゆる成人エピソードがね山ほど出てくるんですよ。今回その成人エピソードのいくつかを皆様にご紹介しようと思うんですけど、でまずその彼はいわゆるアメリカンサイコっていう異名を持ってるんですけど、まあ、つまりアメリカの狂ったやつみたいな感じなんですけど、まあ、そんな異名を持ってるのに売店に立ってる時はめちゃくちゃいい笑顔をしてるっていう、話がね結構あるんですよ。アーチャー選手さらに言うとそのファンとかのサインにもすごい気さくに応じてくれるし、その日本のファンがアーチャー選手にこう話しかけるんですよ。アーチャー選手怖いし、やっぱ日本人の喋る英語なんで、おそらくアーチャー選手からするとすごいやっぱ聞き取りづらいと思うんですよ。正直言うと何言ってるか分かんねえよって感じだと思うんですけど、でもアーチャー選手っていうのはそのファンの声を嫌な顔一つもせず、ずっと聞いて真剣に聞いてくれてるっていう話もねあるんですよ。はい、でさらに言うとそのお客さんを怖がせるためにこのリングサイドをのしのし歩いたり、観客席の中を歩いている時に近くにいわゆる足の悪い、ご老人がいたんですよ。でそれを見たアーチャー選手っていうのはずっとねそのご老人を避けて違うルートで通ったっていうね目撃情報もあるんですよね。これは鈴木ミノル選手が言っていたんですけど、まあ、アーチャー選手って、ね、いわゆるその、プライベートではもうすごく物静かな方だと、なんかいつも祈ってると、神様に向かって神様に祈って食事する前とかも祈ってから食べるっていうリング上のキャラとは全く違う物静かでレスラーっていう風なことをミノル選手が言っていたので、おそらくやっぱアーチャー選手プライベートはね全然サイコじゃない
ないかなって僕はね思いました。はい、で最後にちょっと僕の個人的なねランス・アーチャー選手っていうレスラーの考察を話していきたいと思うんですけど、まずランス・アーチャー選手は僕が一番そのすごいなと思ったのが、ちゃんと日本のプロレスに適応してたんですよ。いわゆるその相方の、まあ、デイビーボーイ選手っていうのは、ちょっと過去の動画見たら分かるんですけど、いわゆるその自分のやりたかったプロレスと新日本プロレスから求められてるプロレスっていうのがちょっとニーズが違って、ミス選手っていうのはそれにちょっと合わせることができなくて、まあ、結局辞めてしまったんですけど、まあ、アーチャー選手っていうのも実はねすごく器用なレスラーなんですよ。あの新日本プロレスの最後の方には結構披露していたんですけど、それこそあのトップロープの上を歩いたりしたり、このムーンサートプレスとか普通にアーチャー選手できるんですよ。 KES 時代ってそういう行為をほとんどしないで、自分がこの新日本プロレスと日本のお客さんに求められてるキャラクター、もうでかくてとにかくパワーにあふれて、この暴力的で荒々しいっていうファイトをアーチャー選手は忠実に、やり続けたんですよ。お客さんと新日本プロレスのニーズと合ってるから、まあ、アーチャー選手っていうのはずっと長いこと新日本プロレスで活躍されていたんですけど、まあ、スミス選手っていうのが退団してからアーチャー選手はシングルプレイヤーになるんですけど、そこからだんだんやっぱ自分の色っていうのも出してくるんですよ。アーチャー選手は暴力的なだけじゃなくて、こういう華麗なこともできるんだぞ、俺はこんなに動けるんだぞっていうことを見せて、最終的にはその US ヘビー級の王者になったじゃないですか。一番最近だと、新日本プロレスのアメリカ興行で棚橋弘至選手と、US ヘビー級の王座チャンピオンとして戦うと。であのベルトって持ってたのがやっぱりジョン・モクスリー選手っていう当時本当無敵の最強チャンピオンだったんですけど、そんな彼からその US ヘビー級のベルトを、取り返したのもランス・アーチャー選手なんですよ。これってつまりその、まあ、アーチャー選手が AEW で信頼されているのはもちろんそうなんですけど、やっぱ未だに新日本プロレスからもアーチャー選手の信頼がかなり絶大だっていうことをね物語ってると思うんですよ。その新日本プロレスと仲が悪いレスラーにわざわざ US ヘビー級のベルトを取らせないじゃないですか、普通に考えたら。アーチャー選手っていうのは現在 AEW に在籍しているんですけど、まあ、彼本人も俺はまだ鈴木軍のメンバーの一員だよっていうふうに言ってますし、AEW とこの契約を組む時も新日本プロレスに参戦できるっていうことを条件に、契約を組んでますし、あと彼はもう最近のインタビューでも、俺はねまた新日本プロレスに戻れる機会があったらぜひとも戻りたいよと。日本にもやっぱ家族みたいな人もたくさんいるし、友人もたくさんいるし、日本っていう国がいかにすごい、いかにねいい国かっていうの俺は知ってるから、コロナっていうものが収まればね、俺はまた日本に行きたいし、また新日本プロレスに上がりたいし、で上がるんであれば IWGP 世界ヘビー級のベルト狙っていくよっていうことを、言ってるので、つまりやっぱアーチャー選手ってまだやっぱ新日本プロレスからもうやっぱすごいね、あの印象がいいというか、やっぱ信頼があると思うんですよ。で棚橋選手と戦った後のマイクでも言ってたんですけど、彼っていうのはすごく棚橋選手に対しても敬意を持っていて、俺はこの新日本プロレスの G1 クライマックスに参戦できたことがすごくまあ光栄だと。でそこで棚橋宏と対戦、棚橋宏と対戦できたことが、すごくまたそれで光栄だし、俺はね常に棚橋宏っていうレスラーに対してはもう敬意を持って、敬意を持っていたんだよっていうことを、まあ、言ってるので、やっぱアーチャー選手っていうのは僕はやっぱすごい本当に日本のことを、好きでいてくれてるレスラーなんだなっていう風に僕はね思いました。うん、でやっぱそういうファンの方たちの声とか聞いても、なんかすごいいい人っていう声が圧倒的に多いので、いやよくねそのヒールっていうのは本当はいい人じゃないとできないっていう風に言われてるんですけど、まさにアーチャー選手はねそうなのかなっていう風に、僕はね個人的に思いました。はい、でまあアーチャー選手本人も言ってるんですけど、やっぱそのコロナっていうものが収まれば、まあアーチャー選手がまた日本にやってくる機会っていうのもまあ絶対訪れると思いますし、まあその日を楽しみにねアーチャー選手も頑張ってもらいたいなっていう風に個人的には思いました。はい、というわけで今回のお話は以上になります。僕のところではこんな感じで新日本プロレスに関する情報考察速報なんかを動画をねどんどん発信していきます。ぜひ、ね、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。あと僕に話してほしいリクエストとかありましたら、 Twitter の DM とか、あと YouTube のコメント欄に書いていただけると、もしかしたらね動画にするかもしれませんので、リクエストも募集しております。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。バイバーイ。